そのね、愚痴っていうのをさ、なんちゅうの、だから心の中に溜めとくとよくないよみたいな言った方が絶対いいよねっていうのは、これ絶対嘘だからね。そういうふうにそれも洗脳されてるからね、絶対ね。だから前も言ったしょ、だから愚痴を30分聞いてたら脳みそ破壊されるんだよって。ってことは、だから自分で言ったらさ、自分で言ったら一番そばで聞いてる自分だから自分の脳破壊されてるんだから、絶対にそれ絶対良くないことなの、どう考えても。そしたらどうしたらいいのって話だよね、うん、どうしたらいいのっていうと、そういうのを抱えてる時はやっぱり瞑想するといいらしいよ、うん、瞑想してじっと自分の心と向き合って、だって瞑想って何のためにするのって、そういういろんな思いがずっとこう浮かんでくるんだけど、それをだから気にしない練習だから、それを気にしないためにこの丹田だとか呼吸に集中するのね。そのうちにそういうそのネガティブな怒りだとかもそうだし、そういうのはねエネルギーだから、エネルギーっていつか絶対なくなるからね、うん、そうでしょ。だってボールの球と思いっきり投げてて、ずっとそのまま永遠にはそのスピードでいかないから、絶対に途中で弱まってくるよ。だから僕らのねネガティブなエネルギーも絶対そのうちなくなるんだよね。なくなる、だからそのぶちまけてなくなるわけじゃないの、だからそのエネルギーが弱くなってたらなくなるから。逆にぶち投げたら、だからそのあれでぶちまけたらね、その思いっきり投げてるのまた早くしようとしてるもんだからさ。ぶちまけられてることによって蓄積したストレスをぶちまけられたやつ、うんうん、そうそうそう、お互いにだからそういうことになったんでしょ。全然なんか違う人から言われるんだよね、うん、だからたまたま一緒にいても、うん、私もそれ言われるんだよねみたいな。ダブルであるさ、だからさ、自分のことだけじゃなくその人の嫌なのを受け取ってんなってさ、この人たちどうしてずっと同じこと言ってるんだろうって私ずっと知らないんですよ。だからそういう時はねやっぱり瞑想して、まあ、すぐには殴られるかも、それも訓練だから、それも訓練なんだけど、だからそういういろんな思いが出ても丹田に集中してって言って、その少しずつそのエネルギーがなくなるのもだんだんこうね収まっていくっていうような、やっぱ訓練をした方がいいよねっていうね、うん。だ心に溜まってるその愚痴みたいなそのゴミだから、それをだからぶちまけてなくなるわけじゃないからね。心の中にはそれが絶対こう溜まっちゃってるわけよ。なんかパソコンかなんかでいらないやつをゴミ箱に捨てたりするんじゃん。でゴミ箱も空っぽにしないとなくならないよね。だから愚痴言ってんのはさ、とりあえずゴミ箱にただクリックして入れただけなんだよね。絶対なくなってないの。そのいろんな思いを完全に消去するとしたらさ、ゴミ箱を空っぽにするようなことって瞑想しかないんだって。だからそういうつもりでなんかね、いろんな思いがこう浮かんだ時こそ瞑想して、瞑想して頑張ったらいいよ、その心のネガティブなのが消えるっていうね。